高間ヶ原の国譲り第6回ご結婚式当日父に基地を重ねて今日欧米に比べて人権意識が低かったと教わる大東亜戦争に負けるまでの日本実際は世界最初に 有色人種差別撤廃の提案をした国は日本でした。逆にパリ講和会議において日本が出した提案を国内世論を優先させて拒んだ国は有色人種差別の激しかったアメリカやオーストラリアでした。また日本の提案は決して見せかけだけのものでもありませんでした。 朝鮮総督府鉄道局管理の台球駅駅名案内版すでに世界に先駆けて多言語表記を取り入れていました漢字小学校以上を卒業した日本人ヤンバンや中流階層の朝鮮人陸続きの中国人が読めましたひらがな 小学校卒業か、簡単な教育を受けた日本人。普通学校や、日本語教室で学んだ、朝鮮人が読めました。ローマ時、朝鮮半島で活動する、欧米のキリスト教関係者や、観光や仕事で訪れた外国人が読めました。そして、ハングル。 近代ハングル綴り字法を作成し、日本が普通学校教育に取り入れたため、併合後から小学校を卒業した朝鮮人が読めました。利用者の利便性を考える。今日では当たり前のような考えも、人種差別の激しい当時では、画期的なものでした。外地の満州鉄道や、 朝鮮総督府鉄道局では、これが、すでに取り入れられていたのです。外地日本人が、このような、他民族の利便性にも配慮していたことには、大きな理由がありました。日本は、明治維新によって、奇跡的に、欧米の植民地化を免れた、有色人種の国でした。開国で、世界を知り、 近代化を進めめるために国の経済を活性化しようと周囲を見渡せば他の有色人種の国は惨憺たる状態になっていました。韓国、新国は弱体化東南アジア地域はすでに欧米の植民地となっていました。これでは持続可能な経済を維持するための 貿易を活性化する手立てがありませんでした。そこで、日本の郵便事業の父と言われた、駅庭前島ひかを中心に考え出されたものが、鉄道で一気にヨーロッパと結びつき、交易をしようというものでした。その計画が、日本が大東亜戦争に負けるまで、実現の機会を狙っていたものになります。 東京から下関または九州までヨーロッパやロシアと同じ大量輸送高速化が可能な大陸鉄道規格の幹線鉄道を敷くそこから当面は船で可能になれば海底トンネルで朝鮮半島の富山につなぐ朝鮮半島に同様の鉄道を敷く ここから中国大陸へつなぐ。その後延伸していきヨーロッパ諸国へ。また朝鮮半島からはシベリア鉄道に接続許可をもらい、こちらからもヨーロッパ諸国につなぐ。明治期から大正期のものはおおよそこのようなものだったそうです。 これが昭和になり、満州国建国時期の前後には、当面はインドまでを目標に、東南アジア方面に向かって、大陸沿岸部に鉄道を敷いていく。遠い将来は、これを中近東まで伸ばし、シベリアから伸ばした路線と結合させる。これをもって、大陸を輪っか状に結んで、東西が、 活発に交易をできるようにするという巨大計画になりました。このヨーロッパ諸国とつながる鉄道計画実現のためには、日本がそれまでの西欧諸国のような植民地を作るような野心を持ってはおらず、あくまで平和な交易を望んでいること。また、軍事力の行使は、 自尊自衛のためのみであるということを世界に知らしめることが必要でした。領土獲得の野心を持っていると思われれば、鉄道の接続許可など出るはずはないからでした。そのためにも、伊藤博文暗殺を受けて、やむを得なく併合した朝鮮半島を、再び韓国に戻すことは必要だったのです。また、 韓国併合の際に日本が取るべき朝鮮民族に対しての基本姿勢は明治天皇の証書という形で指示されていました。荒人神とされていた天皇の大御心に従うことが当時の日本人の義務とされていた時代。これによって日本は西欧の植民地政策とは違い明治維新を手本として 早期朝鮮民族の近代化を手伝うというものになったのです。アジアの状況、その一国である日本の立ち位置。神与の昔からの両民族の関係。持続可能な経済発展への道筋と多面的に考えられた上での方針でした。さらに、この方針を理解していただいた。 韓国皇帝からも、自国の民に対して、日本の考えに、速やかに従うようにとの直言が出されていたため、国と国との約束、神と神との約束として、成し遂げなければならない、絶対のものとなっていたのです。そのため、外地において、日本の重要な任務を担った、朝鮮総督府、 満州鉄道株式会社は、互いの目的のために、密に連携をとっていました。人事面でも、大陸鉄道企画の鉄道委員要請は、満州鉄道関係者が担い、両組織で行き来をしていました。互いの計画の進行が、それぞれの経済発展を約束していたからです。京城竜山の鉄道施設に、 満州鉄道関連施設が多くあったのも、そういう理由からでした。京城市販学校。小学校共有を要請する施設になります。男女は別学でしたが、内戦人共学でした。写真にあるように、世界地図を用いて、世界の中の朝鮮半島の位置。 朝鮮民族とはいかなるものなのかという、新しい考古学などを用いて、民族教育を行ったのも日本でした。女子のための普通学校。明治維新後、西欧諸国を訪問して、日本が女子教育の強化に乗り出したように、朝鮮半島でも女子の社会進出を図るため、強化されていきました。 形状医学専門学校とその付属病院。日本より100年遅れどころか室町時代あたりの感覚と言われていた理容長時代。紀藤氏や間違い氏が治療を行っていた朝鮮半島。医療関係者の育成と近代的医療の普及は急務でした。 併合前には、慶福級そばに作られていた施設もさらに拡充。日本側が解く、近代化の必要性を理解した優秀な朝鮮人学生が日本語の壁を乗り越えて入学。地域医療や将来的な朝鮮医学界のために学び出しました。卒業後は地元に戻って、 総督府の支援を受けて、開業もできました。また、流山にあった、鉄道病院に勤務する人もいました。ここは、鉄道関係者だけではなく、周囲の住民の診療も行っていましたので、普通に、朝鮮人医師が、日本人を診察していました。さらに、 医療と同時に取り組まれていた近代的福祉活動の普及併合前には日本赤十字社朝鮮支部が創設理解を示した朝鮮社会の中上流階層の女性を中心に活動を活発化病院も経営していました以前の卒業生の中には 大正13年に開校した、慶城帝国大学で学位を取得したり、日本語に堪能であれば、教職者として後進の日本人の育成にも当たることができました。慶城大学は、帝国大学として6番目という速さでの開校でしたが、これは、韓国になった際、近代国家が最高学府を持っているかどうかが、 国の対面にも関わるため、内地の主要都市に大学が揃うより前に、許可が出たものだそうです。そのため、必要な学術参考書、研究資材等は、海外から買い付け、人選校から流産に上げて納めたため、相当の予算を使ったという話でした。高等法院、および、経常地方裁判所。 裁判の近代化に必要なものは、このような建物だけではありませんでした。医学専門学校同様、朝鮮総督府の経営のもと、法学専門学校も用意、時間のかかる弁護士や行政書士などの育成も進めていました。その結果、大正15年時点で、形状だけでも、 47名の弁護士が業務に当たっていました。伊藤博文が再三にわたって韓国の政治家に投げかけた言葉。独立をしたければ、独立を維持できる策を講じるべき。農業、商業、工業。行き過ぎた受教思想のため、国の基本となる産業を 癒しい仕事とか論じ、ただ理想を語っていた、利用長末期の韓国。持続可能な独立国、韓国にするための、日本に併合しての国づくり。成果が見え、あと一歩のところまで来ていた大事な時でした。大正8年3月1日。 空虚な理想論を振りかざして起こされた万歳事件は、形状から朝鮮半島全体の混乱につながりました。併合の証書に陸軍大臣として名を連ねていた寺内正剛内閣総理大臣。その寺内内閣が始めた、1918年のシベリア出兵。 ロシア革命に対しての干渉戦争として知られていますが、朝鮮半島はそのシベリアと国境を接していました。そのため、軍事上重要という名目で、朝鮮半島内の鉄道工事は、しばらく、満州鉄道が受ける形になりました。これは、表の朝鮮総督府予算とは異なり、 軍事目的とすれば、国会でも、詳細を追求、把握しづらくなるからでした。こうして、当時、急がれていた、新しい韓国のための、第二帝都開発予算の不足分を補っていたのです。その中で起きた、万歳事件。朝鮮半島の混乱は、一刻も早く沈静化しなければなりませんでした。 そこで選ばれたのが、少書に名を連ねていた、斎藤馬元海軍大臣でした。陸軍としては、県営の中の海軍側からの任命に含むところはあったそうですが、形状の国の計画を知り、活動している人間たちには、改めて、明治天皇の大見心を意識させる人事となりました。 新人事のもとで、反日勢力を追い払う一方、朝鮮民族の不満を解消する取り組みを進め、融和を強調、巻き返しを進めていた、大正9年、4月28日。関係者、祝願の日がやってきました。明治四十年、1907年から、幼くして日本に留学されていた、 リオー・ギン・と、梨本宮・森正雄殿下のご息女、雅子女王殿下との結婚式でした。日韓の縁結び。この、喜びの宴の終わりに、総期門でも知られる、喜びに喜びを、基に基地を重ねる形で、国民に対しての、ある発表が予定されていました。それが、独立国。 韓国へ向けての大まかなスケジュール発表というものでした。これは現状の経済力では依然として一国を維持できる状態ではないため、なおしばらくは日本の支援はいるものの新皇帝就任から少しずつ権限等を移常していくという内容でした。これによって独立運動の大義名分は 消えてしまうのです。さらに、先住民から土地を奪い、植民地を依然持ち続け、自国内のアフリカ系アメリカ人や、日本からの移民等の有色人種を差別しておきながら、日本に干渉し出していたアメリカに対して、言動が一致していない人道に戻る国はどちらなのかと、 一発も銃弾を飛ばさずに大ダメージを与えられる予定でした。その直前でした。都内に潜伏していた朝鮮人テロリストが逮捕されたのです。この男はこれまでの反日活動とは違い殺傷力の高い爆弾を所持。これを用いて リオー銀殿下ご夫妻を爆殺しようとしていたのです。結果、大正9年4月28日は、一転して、日本と朝鮮半島の歴史上最悪の日となりました。現在、表に出ている報告とは違い、この時国は、日本と朝鮮半島を行き来する新しい勢力の関与をつかんだという話でした。 そして、第一次世界大戦が、オーストリア皇太子夫妻暗殺から始まったことなどを考慮し、韓国独立の発表は、急遽中止となりました。この直前の中止を、3ヶ月後の7月に、日本から遠く離れた満州の地で説明を受けたのが、私の祖父でした。発表は見合わせたものの、 韓国の独立は内戦の状況の確認が終わり次第再び進めるとのことでした。そのため、形状で進めている皇帝就任式典に必要な施設建設は進めていくとの話でした。日本はこの時形城南山に最重要施設の建設を控えていたのです。祖父は そのためもあって、事情を説明され、覚悟を求められたのでした。本日は、ここまでとなります。ご視聴、ありがとうございました。